できるところがあれば正していくと、まあ、そういうことがまさに今ニューヨーク片付けマンコに受けてもらいたいということを強く訴えまして、国債を放置すれば患者たちは苦しみ、そして右往左往しながら亡くなっていく危険を大きくはらんでいるのが医薬品です。私は薬害の問題というのは決して単なるこの副作用ということで片付けるではなく、危険だということが分かっていたのであればそれをしっかりと伝える、情報を公開する、そのことがなされていたのであれば防げた薬害であったのに、それをしないでおいて、そうした副作用だということで片付けてしまうのでは、この薬害の問題というのは決して今後もなくなることはないと思います。この薬害の問題の本質的には危険だということが分かっていることについてしっかりと情報を公開すること、そしてさらにはこの薬害イレッサーの問題で言えば、本当に重篤な間質性肺炎で亡くなっていく人たちがいるということをしっかりとこの問題について伝えていたのであれば、それに患者の方も気をつけて使うことができたし、何よりも医者もこうした情報に触れることができたのであれば、もっとこの亡くならなくてもいい人たちが、患者の人たちが亡くなるのを防ぐことができたというふうに思います。私は抗がん剤の問題だからと、このがん患者、末期の患者の人たちがやはり治りたいと思って使う薬に、その薬でもって亡くなるということがとても許されることではないと思います。私も薬害エイズの問題、そして薬害イレッサの問題、こうしたこれまで繰り返されてきた薬害を根絶していくためには、本当にこの薬害イレッサの問題で国が真摯に反省して、心から反省をすることで、この薬害の問題をなくしていくための、この根絶の日もこの厚生省内にありますけれども、本当に誓いをしっかりと守って薬害をなくすために、一日も早く和解のテーブルについて和解に応じることを要求したいと思います。そしてぜひとも患者の人たちや原告のこの遺族の方たちが納得のする形での全面的な和解にこの応じるように、私も強く要求してこの場での挨拶を終わらせていただきます。ぜひとも一日も早く解決をお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。みんなの党の川田隆平先生です。おそらくこの救済制度全体の問題も現在、和解に向けて大きな今、まさに、節目を迎えつつある。